送られたアメジストの指輪を湖に投げました。8月の朝、思い出を少しずつちぎるようにして、一人旅の終わりは水面に消える恋、夢のような半年、涙で見えなくて、愛することがいけないのなら私死にたい。Thank you.